県は昨日、緊急事態宣言解除について森田知事の県民へのメッセージ動画をホームページで公開しました千葉県知事の森田健作です、えー、千葉県内の新規感染者数は約一ヶ月、おおむね一桁で推移しており、えー、昨日までの四日間はゼロとなっていますこれまでの県民の皆様、事業者の皆様 そして医療関係者の皆様のご協力に心より感謝申し上げますありがとうございました昨日国が緊急事態宣言を解除いたしましたこれを受けて千葉県ではこれまで皆様にお願いしてきた外出自粛や休業要請について今後の対応を決定いたしました。まず施設の 使用停止要請については5月22日に図書館や博物館などの A グループについて解除したところですが本日5月26日からクラスターの発生歴がなく3つの密の発生を抑えることが比較的容易な大学劇場などの B グループについて解除いたします。また飲食店などの アルコール類の提供時間については19時時ままでを22時までに緩和いたしますさらに感染者数が低く抑えられた状態が続いていることを前提に6月1日からは水族館体育館テーマパークなどの C グループに加えて D グループのうちカラオケボックスやスポーツクラブについても 解除することといたたししましたいずれも解除については感染拡大予防のための業種別のガイドライン等による対策を徹底しついにこれまで県民の皆様には外出自粛をお願いしてきましたが今後は人との距離の確保マスクの着用手洗い3つの密を避けるなど 新しい生活様式を実践していただくようお願いいたしますまた不要不急の帰省や旅行など県境をまたいだ移動は避けてください併せて事業者の皆様には在宅勤務や時差出勤、テレビ会議など人との接触を減らす取り組みをお願いいたします皆様、緊急事態宣言が解除されたとはいえ 新型コロナウイルスには警戒が必要でございます検討いたしましても感染拡大の第二波に備えた準備をしっかりと行ってまいりますこれからも千葉県民一致団結して感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を目指して頑張りましょう皆様のご理解とご協力を心からお願いを申し上げますよろしくお願い申し上げます 森田知事のメッセージ動画は県のホームページからご覧いただけます。